まあ、中間処理業者にはなるんですよね。ただ埋め立てとか焼却とかそういったものをまあ極力しないように、いかにリサイクルしてまた新たに製品に変えるかっていうところをまあ重点的に置いてやってますんで。福岡県久留米市にある有限会社エコアシスト、廃棄物のリサイクル 100% を目指しています。まあ、今までの業者さんの方で焼却しておりました、埋め立てしておりました、これを何とかリサイクルすることによって企業さんの方も価値を上げることができると、意識はだいぶ変わってきたっていう実感ありますね。増えているのが役目を終えた太陽光発電パネルのリサイクル。ただガラス部分のみをうまく剥がすのには高度な技術が。それぞれまあ金属とガラスとまあプラスチックにきれいに分けるさえすれば全てリサイクルできるっていう流れになってます。きちんと取り除かないことにはまた新たにガラスをガラスとしてリサイクルができないので。従来焼却処分されていた賞味期限切れの冷凍食品も食品と包装を分けることでリサイクルが可能に。ハンバーグ、唐揚げとか製品のまま入ってくるんですよ。それを包装資材と中の食品に分けることによって食品は発酵させて堆肥化させて、まあ、肥料に作り変えてます。で、ハイプラの方はプラスチックとしてリサイクルが可能なので食品が入ったまま焼却するのではなく分けてそれぞれにリサイクルするっていう。廃棄物をなかったことにするのではなく新たな資源に。この思いは創業者である杉本社長から全員に伝わっています。これもゴミと思わないでくれと、また新たな製品に変わってくるので君たちはまあその手助けをする貴重な一員なので、やりがい楽しさを見つけながら誇りを持って仕事してください。企業の要望に応えるオリジナル機械を作り持続可能な社会を支える気概を持つ、この意識改革でリサイクル率は飛躍的に向上しています。いかにリサイクルできるか、それを社員一丸となって取り組んでいるところです。まあ、絶対必要な仕事なので誇りを持って心がけてやっています。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。